モデル DLI125 スペシャルランブレッタはイタリアの自動車メーカーレイランドイノチェンティが製造販売していたスクーターの製品名である。名前の由来は工場のあったミラノのランブラーテという地名である。スウェーデンのカペラインダストリーズ社からは同ブランドの時計が販売されている。1922年。 弊社のフェルディナント・イノチェンティがローマに交換工場を建設。1931年には約6000人を雇用し、シームレス交換を製造する大きな工場をミラノに建設し、事業を移転した。第二次世界大戦中に工場は重爆撃により破壊された。破壊された工場の調査でイノチェンティは手軽に自分で移動する将来を見るため、 低価格で天候にも左右されない誰でも運転できるオートバイとしてスクーターの製造を決めたと言われている。長い年月を経て1947年にランブレッタを創設。その後、フランスのフェンウィックグループ、ドイツの NSU、スペインのセルベタ、インドの API、台湾の広カギ社、ブラジルのパスコ、コロンビアのアウテコ、アルゼンチンのサイアムブレッタ、チリで、 ライセンス生産を始めている。1960年代後半に入ると、西ヨーロッパの富裕層が増加し、スクーターの需要は落ち込み、多くの人々の需要は小型車に移行した。ランブレッタの部門は、親会社イノチェンティで、財政難の元となっていた。ブリティッシュレーランドは、製品と技術者の専門知識と同様に、イノチェンティの財政難の利点を獲得すると、 BLMC のライセンスの下で、イノチェンティの自動車の製造する契約を取った。1971年には、ランブレッタの製造を中止し、1972年には、ミラノ工場とランブレッタの名の権利は、インド政府に買収され、シルが設立された。2010年に、ランブレッタは 125GP レースで復活している。ありがとうございます。